まあ、外行きます。富山受けに来る、中に来た大山、取った、富山倒れて PK、 エリア内です。アレックス富山を倒してしまいました。一旦奪ったんですが、最後大山が足を出してつなぎました。状況的にはね、アレックス選手が無理して足を出す必要はなかった。